加藤の好きなところ教えて。あ、純兄ちゃんの好きなところ、うん、全然いいよ。純兄ちゃんの好きなところはあのね、本当に考え方に余裕がえぐいところやね。まずね、まずそこ、その普通に30代の大人って全然ガキのやつもおるんよ。その俺は30代の人が結構喋ったりするけど、みたいなやつが結構やっぱおるわけよね。それってやっぱ環境やし、本人の考え方やって頭の良さやったりと思うんやけど、の中で純兄ちゃんでもマジで視野がめっちゃ広いっていうか、喋りも鬼ほどうまいし、あと同性を取り込める魅力ってマジですごいと思っとって、それって才能やん。やっぱなんだかんだ男は女向きに商売するし、女は男向きに商売するやん、なんだかんだね。それ異性やけん、異性っていうバフがかかっとうけんそうなるわけ。で、同性に関しては対同性って別にバフかからんやん。なぜなら同性だから、下心もクソもないけん、バフかからん状態で同性の心をつかむのってマジで難しいことと思っちゃうね。それを平気でやってのける順にじゃマジで才能と思う、本当に。あともうシンプルにマジで面白い。ずっと尖れる大人ってあんまりおらんけん、なんだかんだ丸いようで鋭いやん、わかる。あのね、丸いようで鋭い塩梅が完璧と思う。調整がマジですごいね。そうやけん、結局バフなしであの年で完全に落ち着いてないやん。まだこう時折見せる鋭さがあるやん、それがマジですごいと思う。普通やっぱ30超えてお金も持って ある程度の地位築いた大人は完全に丸くなりやすやん。その中でまだ鋭い部分があるっていうのは俺はめちゃくちゃすごいと思うかな。うん、まあ、めっちゃ好き。あとシンプルにこうなんか先輩としては尊敬できる、あの人めちゃくちゃすごい。やっぱ面白い しっかり言ってくれることは言ってくれるしうんって思うかな。いつでも場外ホームランしそうな期待感ある。いや、あるっちゃ。いや、しかも大事な場面でちゃんと打つやん、あの人。いや、それがすごいっちゃうね。メンタルめっちゃ強いっちゃろうね。打つべき場所で確実に打ってこん、やけんすごいっちゃう。俺はね、打つべき場所で意外と打てんタイプの男やけんね。なんかね、そう、俺は結構羨ましいね。やっぱ打てる時に打てる人間は、そう、打つべき時、打つべき時に打てる人間はね、貴重やね。すごいです。最近バント、いやでもバント球当たっとんやん、わかる。俺は当てれんちゃん。いや、あれね、球を当てることが大事やん。当てないかんとき、だってバントだって有効な方法やん。そいつ、バントは邪道じゃないでしょ。確実に点を取りに行く方法やけんね。別にバントがしょぼいわけじゃないし、ホームランがすごいわけではないけんね。そのホームランの陰に隠れたバントの数やけん、結局。あ、声のデカさもいいよね。いや、ホームランが見たいって、あの人定期的に見せてくれるやん。てか、なんか人間味があるよね、わかる。なんか、めちゃくちゃ人間臭くない、あの人。なんか、純兄ちゃんってめっちゃ人間臭いやん。俺好きなんよな、人間臭い熱い人。なんかね、熱さがいいよね。純一、感情ジェットコースターみたいな人間味ってさ、え、わかる。やっぱそうなん、人間味よね。こうなんか結局やっぱ人間味ある人が好き、俺は。そう、花火大会の誘い方教えてくれ。そう、なんかもうこの時期嫌やわ。なんで俺が花火大会の、くそ、いいな、俺も花火大会とか行きたいよ。浴衣でなんか浴衣の女の子とイチャイチャしちゃう。お、魂の叫びやん、俺の今の。分かった。あのね、人間本当に魂から叫ぶとき声小さなるからな。こんな叫ばんよ今の本当に魂の叫びやわ。うぜ、花火見ながら俺のチョコバナナで花火見たく飛んでみな。なんてお前絶対それ よその女に言うなよ。マジ嫌われるぞ。なんて言おうかもよくわからんかったし、びっくりしたわ。読めるけど意味わからん日本語ってあったんや僕夏はフリーですよ。行くか、俺と二人で夏祭り行く。お前楽しいぜ、俺と行った夏祭り。キモいやつで来た時、いや本当ぜ、お前、まあ、絶対言うなよ。素直にやらせてって言うけど、バカ、お前とんでもない二択やね。なんでその二つしかカードない。大事なカード全部落としてきてるやん、お前クソみたいな手札で戦おうとすんな。大事な手札を拾いに行け。配信でこんな笑ってちゃんと相談乗ってくれるホイさん、ガチで人柄いい。いや、そんなことないっちゃうよ。こんな配信始める本当に、いや、なんかそのやっちゃう、お前ら過度に俺の子にさ、そう、なんか なんて言うと、なんか、いや、ちょ待って、いや、こう、なんか、いや別に俺クソ野郎やけんね。そのなんか別にクソ野郎よ俺。あの、そのなんか俺をそのなんか過度にいいやつっていうのをマジで勘弁してほしいっちゃうけど、その俺別に人柄も良くないし、全然そのクソ野郎やけんね。その俺がどれぐらいクソ野郎かっていうと、俺とオナバナナ2人とも天神のロフトできんやけん。それぐらいクソ野郎やけん。そう、いい人の熱狂判断うまいだけやけん。そう、勝手に好感度なんてあげるだけ、そう、損なんよ。リスクしかない、マジで。マジそう、営業、いいやつハードルマジしんどいっちゃうね。でも、そう、切り抜きのおかげで、そう、なんかすごいいいやつみたいになりかけとおっちゃん。マジやばいよ。マジで。違うとって。お前のこと好きだから、ありがとう。そうやね、そうよね。ありがとうな。ありがとう、嬉しい。いや、じゃ自分のことクソやろうってのはすごくない。俺は逃げとうだけ。別に。
好感度上がるのが怖いだけ。お前たちの、そう、お前たちが上げてくれたハードルを飛ぶのが怖いチキンなだけなんよ、別に。違う違う、俺がそんなすごいわけじゃないよ。俺はそのお前らがせっかく高く作ってくれたハードルの下をくぐる人間なんよ。飛び切らんちゃん、それでいい、それでいいかな。そう、お前たちが一生懸命作ってくれたこの綺麗な高いハードルの俺は下をくぐって生きていくような人間やけん。あ、高いけん下くぐろう、頼むわ。そう、俺は飛ばんよ。うわって飛ばん、うおーっつって下空いてるやんっつって。そう、まあそうね、まあ、別に特にハードルは意識せずに何も素でやっとうだけやけん、ペラペラ喋っと。じゃあ昔さ、栃木宇都宮のクラブに行ったっちゃん。で友達が DJ 回しておけん見に行こうって言った。なんかその時ちょっと勢い出始めの頃やったじゃん。やけんこう友達が DJ しとった時、ステージにでも上がってからマジ盛り上げてやろうぜって社長と一緒に行ったじゃん。宇都宮のクラブバーン入ったら客全員ケツ持ちみたいな顔しとって、怖っ怖っと思って、なんやこれ、ステージ上がれよ、客みんなもこんなパンチパーマもこんな入れずにこんなんがダースでおって、いや怖客と思って、客層えぐ宇都宮と思って、でこうなんかさ、こう反社のVIPみたいなところにさ連れて行かれて、ウルペゼンやんって言われてパン連れて行かれて、今日こいつ誕生日やけん顔面ケーキしてやってよって、もうなんかジャイアンのメガ進化みたいな、メガ進化ジャイアンみたいなのがボワー座っとって、で今日こいつ誕生日だから顔面ケーキしてやってくださいよフォイさんとか言って、できるかバカが、ふざけんな、なんやんって、やばすぎるやん、こんなんよ、合体もうこんなハルクに入れ墨入ったハルクみたいな、マジバリ怖かった。でやばって言われて、いやちょっと顔面ケーキできないっすわって言ったら、その人うわーって笑いよって、うわうわ北関東で困ったことがあったらいつでも俺に言うてこいって言って、バリ怖、何その北関東っていう単語、怖、北関東は俺が何でもできるけやんって言って、バリ怖えって、何やその北関東っていう単語、めちゃくちゃ怖いやん、めちゃくちゃ怖いし勘弁してと思って、マジやばかった、あーとか言って、そうなんですねって、怖えよ、体でかくて入れ墨入ったやつ、めちゃくちゃ怖かったし、マジで怖え、いや普通に怖えやろ、墨入ったやつはみんな怖えわ、やめてくれよ、そら偏見はなくならん、当たり前や、怖えもん、おもろそうやん、バカお前、おもろいわけないやろうが、お前そんなの、その場に行ってみろ、お前おしっこ全部漏らしてお前走って帰っとうよ、俺やけんギリギリ半分しか漏らさんかったけど、お前とかがおったらおしっこ全部漏らして走って逃げたよ、俺やったけん半分しか漏らさんかった、すごいやろ、危なかったマジで。生で見たらお前もそこそこ、いや俺結構笑顔や、いやじゃあ俺は半分しか漏らしてないけど、ギリセーフ、北関東っていう単語が怖い、セックなマジ怖い単語ランキングめっちゃ上位やろ、北関東だけ、こう宇都宮に対して俺トラウマがあるもん、宇都宮のクラブもう行かねえと思って行かねえやと思った。そう、長男の俺やけん頑張れた、長男のエロ行きやけん半分ですんなっちゃう、俺が長男じゃなかったら頑張れんかった、俺北関東住んでるから何かあったら言ってら何もできんけど、ありがとう、報告だけさせてもらおう。